皆さんどうもピーマンです。今回はピッコロ編シナリオ07をプレイしていくよ。人造人間編になるね。約束の時刻5月12日午前10時に街を襲い始めた2体の人造人間。しかし19号と20号はトランクスの知る人造人間ではなかった。19号20号を倒したものの、悟空は心臓病に倒れ、人造人間16号17号18号が目覚めたのだった。この俺が貴様らを片付けてやる。ふう、ふふ、笑ってる。ベジータ、お前一人で叶う相手ではない。逃げたきゃ逃げてもいいよ。私たち逃げるものには興味はないからね。冗談じゃない。これから一気にてめえらを片付けようって時に、なんで逃げる必要があるんだ。言っておくがな、俺は地球人やナメック星人やカカロットと手を組んで戦うくらいなら、一人だけで戦って死んだ方がマシなんだ。素晴らしいコメントだ。さすがサイヤ人の王子だけのことはあるよ。ドイツからだ。ガキか、女か、デクノボーか、それとも3人まとめて片付けてほしいか。いいわ、私がやる。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。待ってください、人造人間で一人で戦うなんて死にに行くようなものです。余計な手出しはするな。ベジータと18号の1対1の試合を邪魔する者はいないと思うが、もしいた場合はこの俺も参加させてもらう。人造人間18号と戦うベジータ、互角にやり合ってるように見えたが、疲れを知らない18号にベジータは次第に押されていく。くおおおと、父さんあのバカ、クソ、ファック。約束を破るつもりか。それなら仕方ない。はい、ここで17号との戦いになるかな。はい、トランクスと、あ、両方ですか。 OK、 17号18号ともにだね。行きましょう。レディファイ、カモンカモンカモン。どうした。いやいやいや、腕伸びるぜ、18号。クリリンの嫁さんだからって言って手加減しないからね。よろしく、腕伸びるぜ。魅力だからね、これがピッコロの。腕伸びちゃうってとこね。すごいでしょ。股間蹴らないで、痛いわ。ピッコロも股間ついとるからね、おそらくついとると思うんじゃないかな。性器とかあるのかな。そもそも、ピッコロってオスメスどっちなの。性別がわからん。まあ、どっちでもいいんですけどね、それ知ったからって言って俺が得するようなことはないし。爆発。いいね、すごいダメージだ。カモン。はい、蹴飛ばすよ。はい、ごっつぁんです。KO。あ、これで終わりか。あー、Z アシストなのかな、これは。17号はね。18号、はい、だけ倒せば OK だったんだ。あー、簡単飛ばす完了いたしましたね。てっきり2対2になるかなと思ったんだけど、1対1だったね。驚いたよ。宇宙人とはいえ、こんな力があるなんて、私たちのデータにはなかった。あら、18号倒れたね。ナメック星人の戦闘タイプか。ここまで強いとは。あら、二人とも倒れたね。俺はナメック星である戦士と同化して強くなった。そのデータまでは反映されてないようだな。孫悟空に会う前にお前たちはここで。ま、待ちやがれ、余計なことしやがって。そのガラクタ人形を倒すのはこの俺だ。まだそんなことを言ってるんですか。今、とどめを刺すべきだった。何度も言いますが、あなたは17号、18号の恐ろしさを見くびっている。ふん、そう言われれば、ますますやりたくなるのがこの純粋のサイヤ人だ。そういうことはこいつらに勝ってから言うんだな。正論ですね、ピッコロ。行くぞ、17号、18号。一番でかいやつが18号を担いだぞ。逃げるつもりか。逃がすか。やめておいた方がいい。俺たちの目的は孫悟空を殺すことだ。17号、18号と戦った後のお前たちでは、俺との戦いには勝ち目はない。く、確かに。人造人間16号が17号と18号を連れ去っていく。17号と18号を追い込んだものの、未来はトランクスの知るものとは変わり始めていた。人造人間たちを倒すため、悟空の回復を待ちながらそれぞれの修行が始まった。そこにはセルという新たな脅威が忍び寄っていたとのことだね。17号と18号ピッコロが倒しちゃったよ。OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わり。次回の実況ではシナリオ08をプレイしていくからね。また次回の実況を見てくれよな。じゃあグッバイ、また会いましょう。